あ、Vlog が始めましたね、かもしれない。始めてみました。Vlog 始めてみましたと。あ、そっちでしょうか。で、軽く入って、質問の長い、質問も質問で多分、単調だと飽きちゃうんで。まあ、今日は初めてなんで、まあ、いろいろ喋りたいことはあるんですけど、まあ、自己紹介みたいなのも兼ねて、今日は天の声さんが来てますんで、その天の声さんと、まあ、私がどんな人となりなのかっていうのを、クイズ形式、質問形式でですね、いろいろ答えていきたいと思います。お名前は？田辺孝之です。年齢は？46歳です。誕生日は？2月17日です。血液型は？大型になります。身長は？171.6。体重は？64.3。出身地は？北海道室蘭市ですね。今までの職歴は？BTS以上になってしまうんですが、97年に入社したので22年 BTS と入社になります。 YouTube を始めたきっかけは？スマホでメッセージをみんなに見てもらいたかったっていうのと、ドイツに7年いたり、最近だと MBA をやらせてもらったり、いろんなことを経験させてもらったんですよね。普段みんなに紹介できない話を直接届けたいなと思って始めました。趣味は？最近は、まあ、ゴルフめっちゃハマってます。で、僕のゴルフの先生は YouTuber の超有名人で、あとは、まあ、走ったりするのも好きだし、体鍛えているので、最近はジムに行って、まあ、ジムで温泉入るのも趣味ですね。特技は？今も多分空手は特技ですね。かなり一生懸命やっていたので、いろんな型をやることができると思います。好きな食べ物は？まあ、肉全般好きですね。嫌いな食べ物は？基本的にね、嫌いなものなくて、まあ、羊羹ですね、強いて言うならね。特に水羊羹ダメですね、なんか意味が分かんないゼリーと思って食べたらなんか羊羹だったっていう、あの子供の頃の記憶がなんかドラマですね。好きな教科は？最近財務諸表とかめちゃめちゃ見てるので、まあ、ファイナンシャルの部分は好きですね。お金計算したりとか、お金の流れを追うのは好きです。嫌いな教科は？僕理系なんですけど、意外と数学好きじゃなかったですね。理系なのに、まあ、英語とかあの世界史とか好きでしたね。はい、多分今もなんか入るか欲しかったんじゃないかなと思ってますけど、多分文系な気がします。はい、自分は。最近ハマっていることは？今は MBA やっぱハマってて、もともと自分でやりたいって言って始めたんですけど、MBA って自分のね、モチベーション高い人たちが大量に集まってて、そこの空間に行くと異常なほどテンション高いんですよね、全員が。ああいう空間は好きなので、ハマってることは MBA ですね。今年の目標は？今年の目標は体脂肪率 9%、 筋組成率 60% 以上っていうのが今年やりたいなと思ってます。これからしたい活動は？これからしたいのは育成、人材育成をやっぱしていきたいなと思いますね。それはうちの社員だけじゃなくて、もう今これ見てくれてる人とか学生の人とかですよね。自分も学生の時に今の感じで自分が働いてるっていうイメージはなかったんだけど、でもまあ常に前向きにやってて、やっぱこうキラキラしてる感じの自分の働いてる姿とかは想像してたんですよね。でこの前ね、日比谷に行ったんですよ。東京ミッドタウンのところに行ったんですけど、やっぱ都会だし、東京宝塚劇場があったり、帝国ホテルがあったり、本当におしゃれな街で、周りにいる人たちがなんかテレビ出てくるみたいな人たちばっかりだと思いながら、その中にこう自分もいる、あの感じが良くて、キラキラした感じの人たちを育てたいなと思います。視聴者の皆さんへ一言お願いします。まあ、ここからいろいろ始めていくんで、ずっとどうなるか分かんないんですけど、もしかしたら10万人とか100万人とかこうチャンネル登録されるようになるかもしれないし、なるべくこう自分の持ってる有意義な情報とかをみんなに教えていきたいなと思うんで、チャンネル登録お願いします。でいや、ルーティーンが欲しいんですよね。なるほどね。そういうことですね。っていうのが欲しいんで、何も言わずに何だそれ。